前堺会は中国人民解放軍及び朝鮮人民軍の軍人、沿岸派に所属。中国名は東括を。1914年、環境北道大谷家城に生まれる。東北高日連軍で活動。1937年、東方勤労者共産大学に留学。1940年、高日軍政大学東北幹部訓練組に入学。八祖寺軍で活動。 1944年10月、朝鮮革命軍政学校第3区体責任者。1945年11月、朝鮮義勇軍第5師隊政治部主任、参謀長を歴任。1946年1月に、第5師隊は、延辺警備第1弾と合併して、基地東保安軍第15弾に改編され、前社会は、第15弾政治委員に任命。 1947年2月、延辺軍文区副司令院。同年10月、吉島軍文区副司令院。1948年1月に独立第六市が編成されると、独立第六市副市長。同年11月に独立第六市は、第156市に改称される。1950年3月、第四野戦軍から朝鮮人部隊を集めて、 中南軍区独立第15師が編成され、市長に任命される。前社会は第15師を率いて北朝鮮に入国した。同年4月、第15師は第7師団に改編され、前社会が引き続き師団長となった。朝鮮戦争直前に第12師団に解消。1950年6月、朝鮮戦争が勃発すると、第12師団は、 独立戦車連隊の支援を受けて、後戦に進行するが攻略が、計画通りに進まず、前社会は更迭されて公認に、蔡春国少将が就任した。1951年、第7軍団第37師団長。後に、後方司令部参謀長、第5軍団長、総参謀部作戦局長、総参謀部次長、副総参謀長兼偵察局長を歴任し、 上昇に昇進した。1959年4月30日、行方不明となった。文献によっては、再一致としている場合もある。ありがとうございます。